どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今日の曲はですね、いいですよ、犬がテーマのありました、アニメがありました。はい、その犬のテーマの主題歌、犬のアニメの主題歌、これです。ドン、フランダースの犬の主題歌の夜明けの道。この曲ね、あれですよ、ラン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 、ジングルベルジングルベルみたいな感じでみんな覚えてると思うんですけど、これドイツ語なのかな、ズンゲンズンゲンクレーヌブリンルーズみたいな感じですね。これをやります。これやりたい人結構多いんじゃないですかね。僕もね、このね、夜明けの道をやってた、フランダースの犬やってた時間って日曜日の7時半でしょ。多分ね、大昔、ちょっと記憶にあれだけど。それ僕ね、ハウス子供名作劇場っていうイメージで、これね、フランダースの犬はね、カルピス子供劇場で行くとこでやってたらしいですね。その時間はですね、うちの両親はですね、野生の王国っつう番組、裏番組見てたんでね、ほぼ見たことないんですよね。なんで、僕はちょっとストーリーはわかるんですけど、この歌は知ってました。これなかなかインパクトある歌ですけどね。はい、この曲を取り組んでいきましょう。これは楽しいですよ皆さん。なかなか奥が深いことになっております。2バージョンはいつものようにやっていきます。まず最初は初心者さん向け超簡単バージョン、シンプルゆっくりバージョンでやります。これ楽しいですからぜひやってみてください。後半のかっこいいバージョンはやっぱそこにリズムが加わるとですね、急にね、奥行きがドーンと増えますからね、結構面白いリズム満載なんで、ぜひちょっと2バージョン最後まで楽しんでやってみてください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽ってね、聞くのも最高だけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ってたんだけどチャンスがなかったんですという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんだけどもう無理難しくてやめちゃったみたいな方、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるというレッスン動画のプログラムがあるんですよ。このプログラムめちゃくちゃわかりやすいということで、もう全世界中で何十万人の方もガズレレで音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ていただくときで本当にね、笑っちゃうぐらいに楽しく音楽がすぐにできるようになりますからね。じゃあこのプログラムここにあります。ここから始まりますよ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。昨年までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲は、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌う弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでにもう1900曲ぐらいも取り上げてるんじゃないかなというふうに思います。皆さんの好きな曲もきっとあると思います。やってみたいなと思う曲名スペースガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくると思いますよ、きっと。はい、これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それではやっていきましょう。フランダースの犬の主題歌、夜明けの道、ガズレレレシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、ねん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 、黒の夜明け見えてくる明日
ランダース2の主題歌夜明けの道、ガゼレレリューシンプル簡単バージョンやっていました。こうなんというかいいですね。なんかこうヨーロッパっぽい感じがこう漂う、気品がある感じがちょっとしますけれどもですね、メロディーもですねこう覚えやすい、ラララララララ、ここねドイツ語なんでしょうか、ちょっと難しい、カタカナでねなんかそんなような感じでガズレレ的には表記したんですけど、どうもこれドイツっぽいですよね、ちょっとね、その辺のことちょっと詳しくないんですけれども、はい、なんか雰囲気でね、子供の頃はねジングルベールジングルベールみたいなこと言ってた気をするんですけどね、まあまあそんな感じでございます。まあでもあの感じはなんか雰囲気ですからね。はい、ではじゃあ歌詞の中身もね、ミルク色の夜明け見えてくるまっすぐな道、なんかこういろいろこう景色が思い浮かびます。はい、これぜひやってみてください。これね多分ですけどアニメの主題歌だったのは1番でも終わってたと思うんですよね。なんでガズレレでは2番までやったんですけど、なんかあの YouTube 見たらほら3番まであるらしいですけど、一応ガズレレでは2番までのショートカットアレンジということで、やっております。全部やりたい方はコード進行3番一緒ですからね、やってみてください。まずはねガズレレの YouTube 動画見てもらうと歌詞とコード出てますから、それ見て練習スタート。そしてですね、1個目のゴール設定としてはガズさんの YouTube に合わせて演奏できたらもう1個目のゴール達成です。おめでとうございます。できるようになった方どんどん次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見えずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初からコードと歌詞とか全部覚えるのはなかなか難しいですからね。まずは楽譜練習、楽譜を見ながら何回も何回も練習しているうちにだんだん覚えちゃいますから、いずれ覚えちゃって大空に向かってもうあのアルプスの山々に向かってこう歌うみたいなのはいいと思うんですけどね。まず楽譜練習なんて、でも楽譜ってどこにあるのということはみんな聞きたいと思うんですけど、安心してください。今のね夜明けの道はですね、見てください、ガズさんがこう手書きで書いたこのノートを見ながら今あの演奏してきました。いますよ、います、こっちにもいます、こっちにもいます。はい、これをですねもうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映してみんなもこんな風に書いてみたらいいさーっていう風にシェアしようと思うんですけど、今ねご紹介したいこれガズクラブという便利なサービス始まってます。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた夜明けの道を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノートストックの楽譜のリストの中から毎月5曲皆さんがこの曲やりたかったんだよな、この曲憧れの曲みたいなのを5曲選んでもらって、デジタルデータとして即座に皆さんのこのお手元にダウンロードしていただいてです。これもちろんこの楽譜って全部 YouTube 動画にリンクついてますからね、すぐに練習スタートできるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベントガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ本当に。課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますので、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上げてます、盛り上げてます、盛り上がってます。このガズレレ大学は今ねパソコンとかで見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題、ただいまの課題曲はルパン三世ということで、ね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこうチャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって18ビートのチャットが16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですねガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますのでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。夜明けの道です。フランダースの犬のオープニングソングということでございます。はいよみんな元気ってやっております。はい、イントロはですねこれ伸ばしてこのなんかちょっとマッターホルンみたいな、あのホルンみたいなね、なんかすごいアルプスっぽい音色なんですけど、これをちょっと再現してみて、でここからララララララ全言全言、これねクレーヌ・ブリンダーズみたいな感じで書いたんですけど、これドイツ語だと思うんですよね、これね。詳しい方、ちょっと教えてください。ララララララ、デンゲデンゲララ。はい。で、ここ見て、かける2ですからね。で、ここかける2なんですけど、ちょっとここ注意点。1回目は伸ばす。2回目からリズムが始まる。これね、ちょっとデモ演奏をね、確認してください。コード進行と歌詞は一緒ですので、こんな風な表記になっております。そして、ここなんですけど、CCG7C。ここね、簡単バージョンでもちょっとワンブロック4つにちょっとチャレンジしました。ここはね、やっぱりちょっとこれ、どうしてもやりたいんです。後半ね、ラララララララ、デンゲラデンデン、ダーダー、CCG7C。ここだけちょっと頑張って、ワンブロック4つ、CCG7C。
トライしてみてください。はい。で、こうやってちょっとまず映しとくんで、お時間ある方は、これ一時停止して、画面止めてもらって、ノートとかに書き出してご自身で練習していってください。で、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズのノート、手書きノートそのものを、お手元にダウンロードしてもらう方、めちゃくちゃこれ便利なことになってます。ガズのノートの特徴は、この言葉の上に点が書いてあるでしょ。これで全部リズムが分かるようになっています。ここ。ミルク色の夜明け、こういう感じで。この点がね、リズムが分かるっていうのと、あとこのね、伸ばすところとかね、言葉が。歌詞カードにはない表現になってるんで、お役立ちになると思いますんで、はい。ガズクラブもぜひご検討ください。お時間ある方はこうやって写しておくので書いていってください。はい。ですね。ここちょっとかっこいいバージョンで、下に書いてあるかっこいい、ここちょっと決めみたいな感じでかっこいいフレーズを入れます。ここもワンブロック4つコードが入ってきたりとか、下の段に書いてあるのはかっこいいバージョンの表記です。今のシンプル簡単版は上の方を弾いていきました。はい。で、ここ、はい。空に続く道をで、つたたたた、これもかっこいいバージョンです。これ G7 だけ伸ばす。で、ここ矢印見て、星って書いてあるじゃん。これはここですよ。この星です。ラララララララ。で、間奏で入ってくるときは、これ全部いきなりリズムが入ってますね。そこのところはちょっとデモ演奏で確認してください。そして、ラララララララ、全部、ラララララララ、全部、これ2回繰り返したら、今度ここ。ここがね、結構キーワードになるとこ。G7 最初に1回ダって止めて、ワン、パトラッシュ、この掛け声、これがね、結構ね、キーポイントですよ、これ。皆さん、これ、うちの奥さんもこの曲知っててですね、ここが一番大事だと言っておりました。ここね、リズムが、この犬の鳴き声が裏拍で入ってくるんですよ。ララララララ、でんげんでんげんララ、ワン、パトラッシュ、こういうタイミングです。これ、後でもちょっと解説します。そうしたらですね、この間奏に入ります。レレ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 、これじゃメルヘンチックな感じで間奏を入れて、そしたらまた、これ入りますね、星。で、ここの間奏は、ここと、前奏と同じで、1回目伸ばす、2回目繰り返しは、リズムが入るというふうに、ちょっとアレンジさせていただいております。で、この間奏が終わった後のこの星マークをやったら、この2番が始まります。2番は1番とコード進行など全く一緒で歌詞が変わってくるんだけど。そしてまた繰り返して、ラン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 行って、ワンパトラッシュ、またここで参ります。そしたらもう最後エンディングですね。ここはゆっくり伸ばして、ラララララララというメロディーを弾いて、ゆっくり終わっていく。これがガズレアレンジとなっております。ちょっと動画のテロップとか合わせながらご確認ください。じゃあ出てくるコード確認していきましょう。赤く囲っているコードは、後半出てくるかっこいいバージョンで、ひとまず隠しておきます。今、やった簡単バージョンはこの6個コード。CAm、C7、F。Dm、G7 の6個。これ入門コードですよ。で、今日はね、これかっこいいバージョンで D7 というコードも出てくるんだけど、これもね、もうめっちゃ入門コードのグループなんで一緒に紹介させてください。今映ってる7個のコードはこれです。ガズレレではもう入門コードです。これはガズレレ必須コードと呼ばれているコードのグループのメンバーです。これ一体何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思っている初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コード。10個もあるのかと思うかもしれないんだけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも簡単なんだけど、いっぺんにね、10個覚えようと思ったらもうなかなか頭混乱しますよ。どこ押さえて、なんていう名前だっけなってなるんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っとくんで、これ必見ですからね。今日はそのうちの7個が出てくるぞということで、よそから早いから覚えていきましょうということで。はい。ではね、シンプル簡単バージョンでもなかなかね、これ奥が深いなというふうに思うんですけど、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきますよ。その前に一応歌の確認とかね、言葉のタイミングですね。そう、さっきもちょっと解説した、感想の後の、ラララララララ、ゼンゲンゼンゲンララ、ワン、パトラッシュ。このタイミング結構ね、難しいかもしれない。で、いざやってみると面白いんですよ、これが。ここがね、そんなに大事なんだっていうのは、やっぱり、ね、好きな人じゃないとこの感覚が分かんないんだろうなっていう感じだったんですけどね。ここがやっぱ確かに目立つと。ワン、まあ、パトラッシュも曲の中に登場しちゃうわけですからね。声使い分けたいですよね。ワン、パトラッシュみたいな、こう、なんかこう、犬の声と使い分けたい。はい。そういうこともちょっと伝えつつ、歌をよしっかり把握して、かっこいいバージョン練習入っていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンでは、コード2つ追加なんですけど、さっき1個紹介して D7 だったんで、あれ入門コードなんで、もう1個だけ。C サス4、 これ簡単ですから。C を押さえといて、2弦の1フレット、これ。C サス4 から C、こんな風に使っていきます。C サス4 から C、これ簡単なんでね。これも後でちょっと解説していきましょう。まずはね、ちょっとね、弾き方のリズムの解説からいこうかなと思います。今日出てくるリズムはこちら、ドン！ 8 ビートのチャ
こちらで行ってみようと思います。これはですね、取り組みやすい曲になっているんでいいと思いますよ。はい、そしてですね、この8ビートのチャートのまず弾き方ですね、これちょっとここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中にめちゃめちゃ詳しく、解説しているいい動画がアップロードされておりますので、じっくり見て8ビートのチャリズムマスターしてください。こんな感じ、こんな感じは基本なんですよ。これ、チャの音が、こう、ビート感を高めるというようなことになってますからね。やってみてください。でですね、今日はちょっと流れで曲の解説をしていこうと思いますが、まずイントロなんですけど、でこれは伸ばすでしょ。で、最初は、ラン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 の伸ばしたまんまやって、で、後半のリズムのとこから、8ビートチャが始まるんですけど、こんな感じですよ。ランランラン、ランランラン。こんな感じですね。ドン、チャッカ、ドン、チャッカ、ドン、チャッカ、このリズミカルに、ちょっとね、こうなんか、やっぱりこう、リズム、ビート感というかね、このチャッ入ることで打楽器要素が加わるんで、かなりね、簡単バージョンよりは、ビート感が出せるというふうに思います。で、この A メロもですね、こう入っていて、ずっと、ミルク色の夜明けも8ビートのチャなんですけど、ちょっと見えてくるまっすぐな道の時に、シーサス4を使った決めというかフレーズみたいなのが入ります。ちょっとやってみよう。A メロの1番。ミルク色の夜明け、見えてくる次、すぐな道、忘れないよ、この。はい。今、ダブルで決めみたいなの入ったんですけど、まずは見えてくるまっすぐな道は、見えてくるまっすぐ、シーサス 4CC ですね。これ、見えてくるまっすぐ、な道ってあるじゃない？この、な道のこの、なの時がサス4で、道はもう C です。なみち、わかった？人差し指よく見て。見えてくるまっすぐ、なみち、なみち、じちゃっか。こんな感じですね。見えてくるまっすぐ、なみち。ここかっこいいでしょ？これはちょっとやってみて、簡単だから。C サス4 CC。こんな感じですね。はい、その後はワンブロックに、4つコードが入りますね。あ、じゃあ見えてくるか。見えてくる。D7 にある。忘れないよ、この道を。はい。ここがちょっとポイントになるところだと思います。でも、ここは比較的簡単じゃないかなと思いますね。で、パトラッシュと歩いた空に続く道をの時に C で、空に続く道、チャパパパパパパパっていう風にやりました。ここね、最初にチャをやって、ダダダダダダダ。こんな感じです。で、ここはですね、ほんと言うと、すげえ細かいフレーズが入ってるんですよ、原曲は。みたいな感じのイメージ。で、これはちょっとね、こうウクレレでこうストロークの中でやるのすごく難しいんで、まあ、唯一ちょっとね、16ビートできる人だったら、こういうのもいいかもしれない。まず、空に続く道を、ララララ。これでもかなり難しい。ズバッパッパッパッチャッパ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 ッ。16ビートに急に変わる。ちょっとマニアックに攻めたい人は、このストロークで攻めるのもいいかもしれない。空に続く道を、これでも結構難しいと思います。まあ、ここはちょっとね、まあ、なんで、ちょっとな、かなり高難度だなって思ったんで、今回は C で、スタッ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 サラララララにアレンジしました。安心してください。はい。そんな感じですね。で、次は、ワンパトラッシュのところは、これも、ワンパトラッシュ、さっきも言ったように言葉のリズムが結構難しいから、ララララララ、ズンゲンズンゲンララ、ワンパトラッシュ。かっこいいバージョン、ここ今、カッティングやったの分かった？これできたらかっこいいかもしれない。さっきのシンプル簡単バージョン。みたいにやったんだけど、かっこいいバージョンはちょっとクールにね。ワン、パトラッシュ。つって、これカッティングやるのもいいかもしれない。これカッティングのやり方、これかっこいいでしょ？音で、これ左手で弦を触って止めてるんですけど、カチャカチャ言われるのもカッティングと言われています。カッティングなんだそれ興味あるなという方、さっきのリズムいろいろというところで解説してるんで、ぜひぜひ見てみてください。そのね、ワンパトラッシュの言葉のタイミング、さっきも言ったけど、ちょっとね、面白いことになってます。やってみてくださいと。で、2番も全く同じ繰り返しで、あとはね、繰り返していくんで、もう説明これで終わりですね。はい。なんで、これはやっぱりね、でもいろんなリズムが出てきて、ワンブロックコード2個とかある中で、リズムキープをやっぱり淡々とするというのが難しいです。気持ちがいいんでね、やっぱリズムが速くなりがちなんですよ。
ですよね。そこがちょっとね、どっしりしたリズムで、なんか、行きたいなと、力強い感じで行きたいなというふうに思うんです。そこが注意点だと思います。はい、そしてもう歌のね、歌詞の世界観とかもう言うまでもなく、もうね、フランダースの犬がもう、ストーリーをこう思い浮かべながらですね。いいと思いますよ。アルプスに住んでいるのかな、ちょっと僕よくわからないですよ、ストーリーは。そういうわけでもう宇宙では野生の王国見てたもんですからね、多分なんかそんな感じでした。こうなんかアルプスの感じですよね、ヨーロッパの山の方みたいな感じです。そのイメージの中でこう弾くのが素晴らしいと思います。はい、それではやってみましょう。フランダースの湯のオープニングソング、夜明けの道、ガゼレレ流かっこいいバージョン、やってみる。1,2,3,4オープニング、夜明けの道、ガズレレリュー、かっこいいバージョンやってみました。これは夢中になっちゃうやつですよ。なかなかね、思ったよりもこれは中身深いと思います。はい、楽しんで歌っていきましょう。お知らせなんですけど、皆さんこれ入ってますか？皆さんスマホとかタブレットにガズレレのアプリがあるんですよ。ガズレシピ。はい。これに新しい曲が40曲、追加されました。これもぜひちょっと確認してみてください。どんな曲が追加されたかは皆さん、まずね、皆さんのスマホに、ダウンロードして落としてください。インストール自体はアプリ無料ですので、はい。どんな曲が追加されたでしょうか、40曲分。ガズレシピの楽譜は、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョンが表記されてますので、ぜひおすすめですよ。そして、この、アプリで使用している楽譜が、なんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これは、ガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。最近このお伝えしていることなんですけど、ガズがね、たくさん出版している本のですね、一番新しい本の予約が開始になりました。リット
ットミュージック社から7月13日に発売なんですけど、現在大好評予約受け付けております。今現在予約の段階で皆さん本当ありがとうございます。アマゾンの、第1位ベストセラーを獲得しております。今回も100曲入りエリスグリの100曲機となっておりますので、ぜひチェックをお願いします。ご予約ぜひともよろしくお願いします。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイトだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。